それでは早速、はい、最初の演目に参りましょうか、はい、白組キャプテン山本さんお願いいたします。白組はですね、最初からいきなりゲストアーティストの方をお迎えしております。はい、指原さんの願いがついに叶いました。モーニング娘。この気持ちが叶うことが叶う日が来たので、ちょっと珍しく本当にもう皆さんは初めて私が緊張してるのを見るんじゃないかってぐらい柄にもなく緊張してるんですが、頑張りますので皆さんちょっと見届けてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。花代ちゃん見て、やばいよね。やばいよね。やばいやばいよね。どう？やばい。やばくない？さしこ今からちょっと踊るんだけど。やばい、うん、私も緊張してきた。頑張って頑張ってね。さあ、それではよろしくお願いします。お願いします。私のリクエストで共演させていただきます。歌方サタデーナイト。わかってないね。そんなことじゃきっと週末になる。
はい、ありがとうございました、モーニング娘。とね、指原さん、ね、皆さん前へ。私、ハロプロさんのオーディション書類で落ちてるんで、ちょっとこんなことに。そうなの？もう大好きで、ずっともう。じゃあ、ちっちゃい時から？ちっちゃい時からなんですけど、今のモーニング娘さんが大好きなので、嬉しい。今もこうやって活動されてる皆さん、明日もコンサート行きます。ありがとうございます。日本武道館でコンサートやらせていただくんですけれども、ノリが、はい、すみません、ありがとうございます。すみません、個人的な話やめていただきます。友達モーニング娘の皆さんは、はい、橋原さんとのこのコラボはどんな風に感じてらっしゃいますか？でもこうしてあの AKB さんのコンサートに来ること自体が初めてなんですよ。だからドキドキだったんですけど。完全アウェイでしょ。でも今年の初めに一緒にコラボ曲を出させていただいて、下地があるので、なんかこうずっとやっぱコラボしないまま今年終わってしまうのかなと思ったら、こうして年末にコラボさせていただくことができて嬉しかったです。じゃあね、あの夢が実現したということになりますね、はい、夢が実現、はい、ね、私がもう、私が本当に夢が実現、夢が実現、ね、どうぞ。もうあの何うるせってんだよ。いやもう本当に、うん、あの AKB 入って今が本当にダントツで幸せなんじゃないかっていう、本当にあの総選挙の時と同じくらい、総選挙の時と同じくらい本当に、うん、興奮して。あ、そう。でもあなたもグループにいるわけだから、はい、そういうことから言うとモーニング娘。がいいいいいいいってあんまり言うのは やばくないの？いや本当にいいんですもん。あ、そう。あの皆さんも今見て伝わったと思うので、もう私はだ、なんだ、何の、誰の、まあ、誰って感じですけど、大先輩たちですからね、はい、もう大満足です。あ、そう。もうこのまま帰りたいと思います。藤原さんが帰らないでよ。あの佐藤正樹ちゃんが好きじゃないですか。で今日レッスンでお会いした時に正樹ちゃんのメンバーからのこの色のジャージを着てきて、そう、おーって思いました。こんな感じの色です。こんな色ってなんだろう。ファンじゃないから。すいません、すいません、ファンじゃないから。こんな色ってなんだ。いや、そう、すいません、そうなんだ。いやこんな色、グリーン、エメラルドグリーンです。あ、僕もあなたを意識して着てきたのよ。私ね、こういうところがマジで好きなんですよ。もう可愛くて仕方ない。可愛いね。たまんない。今おいくつなの？そうなんです。すいません、ちょっとすいません、そういうことなんです。18歳です。いや、18、はい、1999年に生まれました。5月7日です。覚えておいてください。いやいやいや、別に誕生日覚えてくださいあのモーニング娘。一番モーニング娘の中では、あ、今は最年少は、最年少は2002年生まれの15歳です。2002年、はい、最近じゃん。15年前です。それでも、あ、まあ、すごいですね。最近のように思いますけどね。ちょっとね、審査員のね、はい、田中さんに聞いてみたい。田中さん、はい、田中さんはあのモーニング娘の不安でもあるということなんですが、もう何でも好きじゃんっていう。アイドルが最初に好き、アイドルを最初に好きになったのはモーニング娘です。はい。で、今現在はモーニング娘と AKB48 どちらが好きなんですか？緊張するな。どちらが？いや、あの、とにかく今日、あのとにかく、とにかく、とにかく、モーニング娘さんの、はいはい、あの今日パフォーマンスが見れると思ってなかったので、うんうんうん、とても良かったです。指原さんは置いておいて、ちょっと、あら、はい、ありがとうございます。あ、ね、いや、ストレートに答えてくれるかなと思ったら、うん、意外に変化球で投げられましたね。あ、どちらか分からなかったですね。どちらか結果分からなかったですけどね、うん、はい、はい、というわけでモーニング娘ワンセブンの皆さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。